皆さんこんにちは、もふにちです。今日はペット用シャンプー、このプロポリスワンペット用シャンプーっていうのをいいという噂なので試してみたいと思います。毛並み艶やか、リンス不要、ペットに優しい定期刺激シャンプーということでたっぷり入ってるんですけど、プロポリスエキスとコロストラム。コロストラムって何かなって調べたら、牛のあの初乳、天然の抗生物質と言われてる、あの子牛が病気にかからないように、人間も初乳がいいって言いますもんね。そんな感じでとっても素敵な成分がいっぱい入ってるシャンプーを使ってみようと思います。お風呂前のチュフル、おいしい。はい、ミーティーちゃん、お風呂入ろうね。ちょっと濡らすよ。なんかね、いいシャンプーってよ、プロポリス入り。よしよし、シャンプー、なんか滑らかな泡です。泡立ちいいですね。いいシャンプーかも。香りも爽やかな香りでいいね。なんかコロストラムっていうのが入ってるから、バイキンに強いみたいよ。綺麗好き。
強かったね。さっぱりしたね。はい。よしよしよし。綺麗にしたからね。さっぱり。ジャックもね、一足先にしたんだよね。サラサラヘアに。犬とかにもすごいいいみたいで、ふっさふさ。はい、キちゃんも同じ香り。毛がふわふわになるよ。散歩したからサラサラさんだね。毛並みがふわーっとしたもんね。長毛のワンコにはいいシャンプーみたいです。猫は舐めて体をきれいにするので、体の汚れ、いろんなのついたのを、天然の抗生物質と呼ばれる初乳が入っているシャンプーで洗うと
てほわふわになったね。かわいい。毛玉もこれで大丈夫だし、よかったね。うん、いつもよりほわほわ、白雪姫みたい。よかったね。